玉木はどうですか。私は同期にここまで運がない人間は見たことないです。よしよしよし、ちょっと自信ない。運はないです。あ、運はないと。そういう人はやっぱりもう無理なの。やっぱ無理なんですか。そうそうそう、自分が絶対一番運がいいなって思ってるものがやっぱ一番強運だからね。気持ちっていう部分もあるから。あ、もう大丈夫ですか。運悪いんですか。運悪いんです。ちょっといいT シャツを買ったら、次の日に 50% オフになってる。いや、めっちゃショックじゃん、それ。本当に運悪くない。まあでもそれがね、ここにはね、貯めてた運を今日。そうですね。じゃあ選んでください。いきます。 50%。 いや、もうこっからはもう誰が買っても 50-50 です。これにします。いただきます。玉木いってください。どうだ。お、これはアウト。いやー、これ結構入ってるもんでしょ、テレビのわさび。びっくりした。いやー、これね。